はい、皆さんこんにちは、三浦です。妖怪ウォッチバスターズやっていきます。金の手形が結構あるんですよ。18個かで何回かやってたんですけど、まあね、なんかね、最近調子が悪いのか全くダメなんだよね。しょぼいアイテムが出ないっていうのはね、まだわかるんだけど、鬼と戦ってもね、なんか勝てないんだよね。何なんだろうな。まず勝てないのが黒鬼。撃破したことあるんで、黒鬼を倒したことがあるんだけど、あれ、こんなに強かったっけっていうぐらいね、黒鬼が結構強くて、倒せないんですよね。何なんだろうな。何がいけないんだろう。うんちくま。まあアイテムなしでは黒鬼倒せないっていうのは分かっていたんですけど、おにぎり1個だけあればまあまあ倒せるかなっていうレベルだったんだけど、今回ね、なんか倒せないんだよね。何なんですかね。まあいや、やるか。はい、で前回の動画はね、黒鬼が2体出てきたんですよ。で1体目の黒鬼をね、倒すのをもたもたしていたら、2匹目の黒鬼にもね、見つかってしまって、ちょっと最悪な状況だったんですけど、ちょっと今回はね、ちょっと頑張って。多分ね、コメント欄にもあったように、この青鬼のね、これ、妖術を避けながら戦うっていうのが、一つの、なんか、コツになるのかな？で、ちょっとこのザコに見つかっちゃってるんだけど、うん、避けての、なかなかちょっと避けるタイミングがよくわかんないんだけどさ、あ、こんな感じかな。うん、こんな感じで避けていけばいいのかな。あ、避けろ避けろ。あ、爆弾か。じゃ、ちょっと解除しに行きますかね。そうだね、やっぱ敵の妖術は避けた方がいいね、これ。うん、全然楽のが、全然戦うのが楽だからさ、これ避けて、でこっち来い、こっち来い。うん、避けて、うん、あ、避けて避けて避けて、あー、ダメだ。で、次来るんじゃないか？次、妖術。よし、避けての、OK。あー、ザコ来る。あー、もう。避けて！よし。あ、いいね、いいね、いいね。結構。あ、いいね、いいね、いいね。これ、このまま自爆しても全然大丈夫だ。OK、倒した。うん、でも結構ね、回復すると結構時間かかるから、やっぱ解除しに行こう。あ、結構なんか楽々倒せた。うん、さて、出だしは結構いい感じかな。ふう、お、オッケー。あ、おにぎり。うん、最近ですね、この妖怪ウォッチバスターズで結構いい妖怪が出た。いや、結構いい妖怪ではないんだよな。シワクちゃん、 B ランクのシワクちゃんが妖怪ガシャで、妖怪ガシャじゃないか、鬼ガシャか、鬼ガシャで出てきてくれたんで、僕はね、この合成アイテムの、なんだっけ、生命のおしろいか、あれが欲しいんだけどさ、出てきてくれるかな。あ、青鬼だよ。じゃあちょっと戻ってね、倒そうかな。おにぎりもあるから負けはしないんだな、実は。じゃあね、今回はコメント欄にもあったように、青鬼の大滝の実はね、避けながら戦うか。 OK。
どのタイミングで、青鬼の妖術が飛んでくるかっていうのはね、ちょっとタイミングが難しいんだけどね。よし、避けて。今のうまいな、避けるの。次じゃないか、次。お、そんな感じ。あー、もうザコに見つかってる。オッケー。で、避けての、あ、こんな感じだね。で、避けての、これはやっぱ解除しに行った方がいいか。そうだよね。じゃあもうこれ解除ポイント遠すぎだって。もっとさ、手前にしてよ。もう OK、 解除。避けての、あー、もうザコが、オッケー。今のとこは結構、あ、いいね、結構いい感じだよ。で、避けて、あ、違った。避けての、よし。なあ、くそー。解除ポイント行きたくないな。オッケー、倒した。このまま自爆するか。あ、自爆しても良さそうな感じかな。ちょっと戻るの大変なんだよね、さすがに。うん、ちょっと回復すんのが結構大変なんだけどね。オッケー、すげえ食らった。なんかもう一個おにぎりがあったらいいんだけど、そんな都合よくはないか。うん、じゃあちょっと戻るかな。あー、青鬼かよ。おにぎりあったんでちょっと回復して。オッケー、いいね。やばい、今回鬼玉300超えるな。さて、遠いな、もう。ちょ、向こうからちょっと来てくんないかな。遠い。やべえ、結構時間使ってる。で、攻撃しての。で、ちょっと逃げるか。よし、ちょっと時間がないんで出口の方に向かった方がいいな。避けての、 OK。 あー、出口の方はさ、結構、うん、ちょっとザコがいる感じが、ちょっと嫌な感じがする。あ、ここちょっと狭くて戦えないか。ちょっとね、時間がないんで、ちょっと急いで。まあ、実も避けなくてもいいや、もう。解除ポイントを急げって。ちょっと遠いから行ってらんない。危ない。そうだね、解除ポイントちょっといけないな。よし、自爆。 OK、オッケー、食らった。あともうちょい。やべ、こっちもちょっとやばい。隠れて
オッケー倒せた、危なかった。鬼玉313、今回は結構いいな。ふう、じゃあもう出ますかね。今回はね、なかなか僕の最高記録が413かな、鬼玉。なんか結構疲れたな。よし、回そう。鬼ガシャを回す。ちょっとね、一人でやってるからもうちょっと難易度下げてくんないかな。あー、頼む頼む頼む。お、赤。お、妖怪だ。お、あ、ライオトンが飛び出してきた。ライオトンライオタンはね、こんな顔してるけどポカポカ族なんだよね。おかしいだろっていうね。どう見ても勇ましか豪傑なんだけどな。何がポカポカ族なのか意味は分かんないけどね。あ、持ってなかったんだ、しかも。へえ、ライオトン。やっぱコメント欄にあったように青鬼の大滝の術はね、避けた方がいいね。あの避け方がね、いまいちよく分かんなかったんだけど、今回でなんとなく分かりました。まあ勘だね、勘。なんとなくもう少しで大滝の術が来そうだなと思った時に避けるみたいなね、そんな感じで戦っていけば結構うまくね立ち回れるんじゃないかなと思うんだけど。でさ、俺結構妖怪ウォッチバスターズやってるのに、レアなアイテムとかレアな妖怪一回も来てないんだけどさ、これどうなってんだ本当に。あ、一応ね、レアな妖怪は轟獅子がどれぐらいかな、鬼玉200ぐらいで出たんですけど、それっきりかな。まあこんな感じですね。はい、ありがとうございました。